EU は10月30日より中国製の電気自動車に対して反補助金関税を適用すると決定しました。10月30日欧州連合は正式に中国製の電気自動車に対し5年間の制裁関税を課すことを発表しました。既存の電気自動車輸入関税 10% に加え、中国の自動車メーカー BYD には 17%、GLI 自動車には 18.8%、中国国営の自動車メーカーの SAIC には 35.3% の追加関税が課されます。また、上海で生産されているテスラも 7.8% の関税が加算されます。さらに、フォルクスワーゲンや BMW などの車両には 20.7% の関税が課され、通常の関税を合わせると、一部の車両では最大 45.3% に達する見込みです。中国共産党商務部は、EU による中国製電気自動車への追加関税について、同意も受け入れもできないと主張し、さらに、公平競争の原則に反するとして、世界貿易機関に提訴する構えを示しました。ロイター通信は事情に詳しい2人の関係者の話として、中国政府が制裁措置として中国の自動車メーカーに対し関税引き上げを指示した EU 加盟国での電気自動車や自動車部品の工場建設を中止するよう指示したと報じています。以前、中国のメーカーは追加関税を回避するため、ヨーロッパ現地での自動車生産を相次いで選択する動きがありました。情報筋によると、中国政府は今回の EU による関税措置に対する制裁として、ヨーロッパの乳製品や高級ワイン、その他の高級品に追加関税を課すことを検討していると伝えられています。現在の EU と中国の関係について、フランスの自動車メーカールノーの CEO であるルカ・デメオ氏は、EU の決定は世界貿易機関の規定にのっとったものであると強調しました。パリでは、ルノーのショールーム街で EU のこの措置を歓迎する市民の姿も見られました。もちろん、中国の電気自動車に関税をかけるのは良いことです。とても良いことです。EU は対応が遅すぎました。一方で、自国製品が中国で制裁関税の対象になることを懸念するドイツなどの政府や企業は、EU と中国が交渉を通じてこの対立を解決することを望んでいます。これまでに EU と中国は8回の技術協議を行いましたが、関税に代わる解決策を見出すことはできませんでした。双方は11月1日に再度協議を行うことに合意しています。中国製の電気自動車は EU 市場でのシェアを2019年の 1% から 8% にまで拡大し、2025年には 15% に達する可能性があります。さらに、中国製電気自動車の製造コストは EU 製に比べて少なくとも 20% 安く、これが EU 自動車業界にとって大きな課題となっています。アメリカとカナダはすでに中国製電気自動車に対して 100% の高額関税を課しています。EU も、この不公平な競争に対抗しなければ、中国から数百万台の電気自動車がヨーロッパに流入し、ヨーロッパの自動車市場を圧迫する可能性があると懸念しています。NTD ジャパンがお伝えしました。What's happened to this world we're living in? Why? For the 4 years he has been on this earth, he has known nothing but war. Wherever I go, the things I see, I just want to turn away. The dreams I have, the stories I could tell, will they still be possible?This year, more than ever, I need a brand new world. A clean world. Where I can improve myself and be inspired. My stage can be anywhere and everywhere.But it begins here.
Ganjing World, a brighter way of life.